中国には卓球、日本には柔道など、各国では金メダルを確保できる種目があるんですけど、韓国は何でしょうかテッコンドでしょうかテッコンドは確かに韓国の国技スポーツではあるんですけど、まあ、足が長い他の国の選手たちに抑えられて、金メダルは確保できない状況であります。実は韓国の人々が金メダルを一番期待して、 また、必ず取ってくれるという信頼がある種目はアーチェリーです。アーチェリーは韓国の国技でもないのに、どうしてこんなに成績が良いでしょうかそして、オリンピックだけではありません。韓国のバラエティプログラムでもアーチェリーをよく見ることができて、韓国のゲームセンターでもアーチェリーがあって、一般人も政治家も楽しむ娯楽の一つです。 韓国の人々はなんでこんなにアーチェリーを好きでしょうか皆さんこんにちはよ、もごもごです。今日は韓国の忠術の話をしてみたいと思います。韓国人はなんでアーチェリーが好きなんでしょうかまあ、理由はたくさんあると思うんですけど、今日はドラマで関連をつけて話をしてみようかなと思っています。韓国の時代劇を見てみたら、夢を打つ場面はかなり出てきますよね。 ほとんどの全ての時代劇で出ると言っても過言ではないほどなんですが、実際に朝鮮半島の歴史で弓で有名な英雄も多いですよ。国理の呪文、そして白木の特殊部隊ファラン、朝鮮のイソンゲ、イサンなど、まあこれが代表的で、ほとんどの、まあ、韓国の英雄はみんな休術のマスターでしたが、 さらに、男性だけではなく、女性も弓をたくさん使うことを見ることができます。つまり、朝鮮半島の人々は歴史的に男性、女性、みんな弓に慣れていると言えるでしょう。どうしてでしょうその理由は大きく3つで分けることができます。まずは、朝鮮民族の由来が北から降りてきた遊牧民族という理由ですよね。馬に乗って馬から弓を打つのを とあの主な戦略としてやっていた幽牧民族の影響が残ったということですね。実際、国里の壁画を見てみると、朝鮮半島民族がとっても古い時代から弓を楽しんで使っていたことが分かります。2番目としては、朝鮮の建国理念、儒教の影響です。儒教は仏教より大事にされた朝鮮の基本の宗教なんですが、儒教の神のような 孔子、孟子はエリートたちは基本的に休術をやらないといけないという伝えを伝えました儒教の勉強に没頭していた朝鮮のエリートたちはもちろん休術まで学ばないといけなかったんです最後は地理的な理由です北からの攻撃が多かった朝鮮半島 満州や中国から10倍以上のものすごい数で攻撃を仕掛けてくる敵の軍隊に比べ数が少なかった朝鮮民族は朝鮮半島の70%以上が山岳地帯という利点を利用して山に要塞を作り弓で攻撃をするのが最善の方法でした。 前面戦でででは絶対勝つことができなかかったからです大きく見たらこのミスの理由なんですけれどもここで2回目の理由、受教をもうちょっと調べてみようかなと思います。韓国のエリートはヤンバンと言いますが いつも学問として受教を勉強したんですけれども学問と一緒に大事だと思ったスキルが休日です昔の朝鮮の絵を見てみるとヤンバンはいつも有名を持っていることを簡単に見つけることができます朝鮮の写真を見てもいつも有名を持っていていろんな大会も多かったらしいですよ特に印象深いのは若い子供から老人まで 年齢問わず楽しんでた子だったということが特徴です。そしてドラマでご覧になったように、女性たちも実際は休日を娯楽として楽しんだことが写真でわかります。女性たちもいろんな大会などを開いて、いつも自分の休日を自慢したようです。 一般人もこれほどなのに実際弓を武器として使える軍人たちはどうだったんでしょう昔の絵を資料を見てみると、軍人たちは走りながら撃つ、そして走っている馬の上で撃つなど、遠くにいる標的を当てるのが基本的な試験だったらしいんです。 韓国の有名な英雄、イースンシン将軍もこの試験で何回も落ちたようですね。埼玉県の日高市では毎年国立祭りがあったんですけど、馬に乗って弓を打つ場面を再現してたんですよ。その動画をご覧ください。 初戦の弓に興味をお持ちでしたら、映画、神弓を一番おすすめします。最初から最後までいろんな種類の挑戦の弓が出てきますね。そして、ドラマとしては、モン、えー、六竜が飛ぶ、夜景日誌、ノン、そして、まあ、軽いドラマだったら、ソンギュンガンスキャンダルがありますよね。まあ、これ以外にもいろんなドラマで弓の場面は結構出てる方なので、皆さん、弓の場面が出たらチェックしてみてくださいね。 じゃあ今日はここまでです。で、今度また新しいテーマで皆さんに伺います。여러분、今日はここまでですよ。こんばんはよ。あんにょーん。